校長。なんか俺最近結構、最近の動画で結構怒ってるんすよ。やっぱり怒ってばっかじゃ、やっぱりストレスも溜まってくるから、たまにはちょっと泣こうと思うんすよ、泣こうと。そう、だからなんか絶対に泣ける方法みたいな感じをGoogleで調べたら、まさか、そのまさかなんすよ。と、身近に目から涙を前々見つけました。そう、俺もそのやり方全く知らなくて、まあ、タイトルに書いてある通りなんですけど。あ、やばい、かわっ。チンコの味。そう、こちら、玉ねぎです。ちょっと色がだいぶいっちゃってますね。そう、この玉ねぎをなんか、ブワーって切り刻むんですよ。目から水が出てくるんですよ。そんなの信じられるか。嘘に決まってる。絶対嘘。ということで、今から俺がそれを証明しようと思う。まあ、嘘だとよ。俺は嘘だと思ってるけど、万が一 0.1% の確率で泣けることができた。いった。もう俺はその時点で、号泣します。そう、俺はどんな誘惑でも騙されない。人間が言っていることは8割嘘。人間の言うことは信じない。都市伝説なんてもはや信じない。それが、達也というものだ。それでは早速、今から本当に号泣できるのが超チャレンジ、レッツゴー。とりあえず道具を用意した。まな板、包丁、玉ねぎ、この3点セット、言うたら達也特別3点セット。とりあえず今からこれをやっていこう。ちなみにこれはもう無駄になるんじゃなくて、オムライスにちゃんと使われるのご安心ください。天才料理家の達也は最初にこうする。とりあえず最初はここのね、ここの目を切っていくんですよ。あれ、ちょっと待って、全然切れ、ふざけんな。しょ、切れた。ここのね、めみたいなところを切っていくんです。そうそう、こんな風に中身になっていくんです。天才達也の料理家だよ。お次はこれを半分に切っていきます。そう、こんな風にね、こうやって切り刻むように切っていくんですよ。そう、今みたいに切り刻んだら、ここまで半分までいきます。そう、ここで秘密アイテムがあるわけですよ。こいつっすよ。あれ？やっぱ壊れた。すっしょ、切れた。そう、こんな風に半分に真っ二つにまずおるわけっすよ。これで玉ねぎの出来上がりっすよ。本番はここからっすよ。果たしてこれを切り刻んだら、本当に涙が出るのか。早速今からやっていきます。いや、目に入った。ここでくじける俺じゃねえ。あれ？あ、やばい、やばい。俺はこんなところで泣く達也じゃねえ。ちょ、やばい。涙が。まだ泣いてない。まだ目を垂らしてない。つけ、俺まだ泣いてないぞ。ちょ、これやばいかも。冗談抜きでやばいかも。本当に涙出てきた。ちょ、わかる。俺本当に涙出てきた。あ、ここでダメだわ。あ、ちょ、これギブ。涙がやばい。そう、なんだこれ。本当に涙出てくるじゃねえ。いや、鼻、ということで、今回の検証。じゃあ、ほんと、これ、本当に涙出てくるわ。すいませんでした。まさかここまで本当にやばいとは思いませんでした。俺の想像の100倍ぐらいちょっと、やばかった。なんで玉ねぎを切ったら涙が出るか知らないけど、本当にわかるし、ほんまでコメント欄で教えてください。ちょっと、目がいい前でも充血しようで。けど、俺はこの後オムライスを作らないといけないので、まだ切らないといけないですよ。あ、いた。指切った。